なんかこの自分からしてみるのもいいかな、たまにはね。ね、みんなは早起き、私はただ私はただ起きてただけ。本当に今日が月祝日でよかったって思った。マジで学校平日だったら死んでた寝れなすぎて。おはようございます。ちょっと眠たくなるまでねやります。あ、通知で起きましたね。通知で起きれるもんなのねやばい。おはようございます。そうなの。でもなんかちょっと眠たくなるまでって言ったけどもう眠たくなってきた。でももしかしたら今から普通に寝たとして配信できなかったら困るから、夜もね予定があるの私。配信もしできなかったら嫌だから今しとこうと思って。みんな早起きですね。おはようございます結構前に起きてた。早起き。毎日5時起き。私のおばあちゃんもさ、毎日5時起きとかだったんだ。なんか近くのスーパーの惣菜、あ、パンパン、なんか惣菜系のコーナーで働いてたから。普通にまずなんか寝れなくて、なんかもう寝れなすぎてなんかイライラしちゃうくらい寝れなくて、そうイライラする、もうなんかイライラっていうか 寝れないからもういいやってもなって、そう寝れないからいいやってなっちゃって、そう寝なきゃいいや、もういいや寝なくていいやってなっちゃってなんかムズムズしたの気持ちがね、そうムズムズしたの、なんか寝れなすぎて、だからもういいやって思って一回起きてリフレッシュしようと、焦る、そうそれ寝れなくてもう焦ってなんかもういいやってなって、もう一周回って映画とか見てました普通に。あの見てたドラマをもう全部見切って今日一日で、すごいよね。でココッペにまずココッペにおすすめしてもらったドラマだったから、え全部見たよやばいねみたいな感じで話してたら、 LINE したらさ出るじゃん時刻が何時何分、そしたら5時半でやばいってなってえでもさやっぱ初めましての人多いかも。初めまして、そうみんなには見えないから私通知でさ、丸々さん初訪問ですって。あココッペはちなみに起きてないです。ココッペにおすすめしてもらったからそれ送っただけ、返信は来てないまだ初めましての方がたくさんだ。はじめまして、富士のコアです。おはようございます。とりあえず15分
なるまで。眠くて支度できません、起こしてください、だって寝ちゃった方がいいと思います。もう一回寝て回復したらやる。コタちゃん寝てる、寝てるんじゃない、この、この、あ、わかんない、もう、あ、でもお母さん起こしに行ったからも、大体この時間はね、お母さんにご飯ちょうだいって起こしに行く時間帯です、コタローがね。本当に祝日でよかった、祝日でよかった。今日が学校でさ、オールして学校に挑むとかさ、結構辛いじゃん。なので一旦これ終わったらお昼寝して10時ぐらいに起きようかなって思います。工場に行きましたか？まだ行ってないです。でも行く予定はあるので行きます。おはようございます。なんか意外といるな意外といるな本当に意外といました。みんなが嬉しい。おはようございます。で外は若干明るいよね、やっぱり若干。おはようございます。でももうさ、今日だよね今日すぎる。今日はハイタッチ会です。パルコのタワレコさんで、タワレコ堂さんで2部の4時から5時お待ちしてますので、ぜひ来てください。もうさ、ぜひ来てくださいって言ってもさ、あれなのかな、もう券とかさ、事前販売なのかな。お待ちしてますってことで、
待ちしております。昨日電話したら2部まだ買えるらしいのでチャンスです。だってみんな来てください。まだいけるらしいです。いけるらしい。まだはい、確か衣装だとは思う。おはようございます。おはよう。なんかねみんな前6時か、ま、もうあ長いわ今日なんでこんな時間まで起きてるんだろう。まあ衣装はお楽しみにって感じで、私服か衣装か服は何にするかお楽しみに。おはようございます。福岡のね、3つくらいの場所でね、ありますので、博多と新天町のところで切ってかな。やばい、いい感じに眠たくなってきたわ。おはようございます。はじめまして。博多36度だって。って暑そう。天神ってさ、何区なの？天神って何区？博多は博多区やん。天神って何区なんやろね。天神調べてみよう。天神何区？中央区？天神何区？あ、中央区だ。福岡市中央区。中央区？初めて聞いたわ、中央区。え、北区とかないね。福岡市北区だってさ、南区、西区、東区あるのに北区だけない。
劇場中央区そうなのかな。でも大振り公園が中央区ならそうかもね。 HKT48 劇場中央区だ。中央区。あ、小太郎がお母さんにご飯くれくれ攻撃しだしてる。中央区だって。劇場も福岡ってさ読めないさあれ多くない？読めない地区名。私早良区とか絶対読めないと思う普通にね。福岡って読めない地名多すぎ問題。なんかさ、事業浜もさちょっとさ事業浜さなんか読みにくくない？事業浜かなとか号かなとかなんか引っ掛け問題じゃない？事業浜って簡単そうに見えて違う。事業って思っちゃうしね。事業浜何が読めないかな。福岡読めない。読めない。あー宗像とか宗像とかもなんじゃない。あ能形もね。宗像難しい読み方でも福岡県みんなわかるよねってやつ。胸型、桃地、野方、やめ、けご、けご馬ってイメージを。え、なにこれ、雑種の熊ってところもあるんだって。のけ、ささぐり。あ、確かに、あのさ、ベフあるじゃん。別府かと思うよね、最初。だってあとはもう私でも読めやつ。あ、私でも読めやつたくさん。福岡って難しい。確かに胸からだか分からん。そう何かカレンネンが言ってたのかな。何か長崎って何々町っていうらしくて、でも福岡は多分町じゃない？何々町じゃない？だからそこがねあれなんだって。町、何々町っていうのか何々町っていうか多分長崎だって言うんですよ。長崎は何々町なんだって。でも福岡もそうなのかな。でも福岡は分からん。町っていうイメージ分からんけど呉服町しか知らん町なんだろうね。あ、東神町。確かに福岡は割と町って読むかなって。
調べよう。それも読める。福岡町か町。福岡県では市町村の町の読み方は町がほとんどで、県内で唯一町というものは何だろう、これ縁賀町、縁賀町ってとこだけ町というものになって、福岡は町なんだって。やっぱり東日本で町、西日本で町と読むことが多い。北海道や九州などの例外がある。東日本は町っていうことが多いんだけど、北海道は町っていうことが多くて、西日本は町っていうことが多いけど、福岡は町っていうことが、縁賀町だけ町っていうものだって。だから西日本は町と読むから、長崎が町って感じるのか、福岡だけ町。なるほどね。福岡、大分、熊本以外は町なんだって。福岡が、なるほどね、ちょっと難しいです。ちょっと眠たくなってきたから終わりましょうかな。もう15分になってたよね、これ。眠たくなってきました、無事に。終わろうかな。あ、もう外が明るくなってきた、今先に比べて、この数分で。じゃあ終わります。13位赤い水星さん、ありがとうございます。12位シンさん、ありがとうございます。11位ハッピーさん、ありがとうございます。10位マーヤンさん、ありがとうございます。9位マサタロウさん、ありがとうございます。8位カンさん、ありがとうございます。7位ソウシさん、ありがとうございます。6位 HKT 推しユージさん、ありがとうございます。5位ステックさん、ありがとうございます。4位サイニャンさん、ありがとうございます。3位ハンバーグ大好き太郎さん、ありがとうございます。2位ワンタンメンさん、ありがとうございます。1位ただの魚さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひショールームフォローしてください、はじめましての方。ありがとうございました、朝付き合ってくださって。寝ます。じゃあねー、おやすみ。朝の6時おやすみ。じゃあね、バイバイ。あ、今日ありますのでね、私会、ハイタッチ会か、楽しみに。夜はできたらしますね、配信。じゃあね、時間があったらします。バイバイ。